はい、ご視聴ありがとうございます。いつも元気なハム太郎でございます。それではね、今日やらせていただく動画、石川五右衛門使って両夫やっていこうと思います。で、まあね、入れなかった。まあ、石川五右衛門なんですけど、ここのクエストに関しては進化は別に適性は全くないです。ただまあ一緒にね、使ってみてどんなもんかなというのをやっていこうというだけです。で、ですね、一応神化なんですけれども、まあ、アンチ重力バリアの、アンチ魔法陣の SS ターン短縮の回復 M と、なかなか勢揃いな状態でございます。で、進化の方は、8方向レーザー EL? ゴンに続いてですね、ゴンに続いて2体目の実装なんですけれども、今回は砲台役ということで、連れてきております。で、SS が、神化の方が、触れた敵を加速状態にするという SS ですね。まあ、何度か使ってみたんですけど、とても強い SS ですね。味方のサポートとしては素晴らしいです。で、進化の方は敵を倒せば倒すほど、攻撃力がある。1体倒して 1.5 倍、2体倒して2倍、3体倒して 2.5 倍、2.5 倍までいけば、キラーの EL かな?あ、違うか。キラー L? そうですね、キラー L 状態で、すべての敵を叩けますと。そういうストライクショットになっております。というわけで、いろいろやっていきましょう。いろいろっていうほどでもないか。でね、いつもだったら、私の中の、力の安定パーティーの中には絶対にケロンが入ってるんですね。最近はね、マーリンがケロンに場所奪われたんですけども、なんでかって言ったら、ここはね、防御力ダウン。今、進化の五右衛門が下ってるやつなんですけど、これされちゃうと、ものすごい火ダメ増えるんですよ。結構尋常じゃないレベルで。なんでそれを打ち消すためにケロン連れてきてるんですけど、今回はね、石川五右衛門の回復 M をしっかり使って、まあ、死なないようにやっていこうと思います。今のところね、火力高いからね、進みが早いね。でね、8方向レーザー EL に関しては、まあ予想通りっちゃ予想通りだけど、まあそんな超パッとした友情コンボではないっていうのが正直なところですね。あ、ダウン食らっちゃった。まあね、やっぱロックオンマメイと比べたらね、威力は落ちるけど、まあ雑魚をね、同時に処理できるっていう点に関しては、このレーザーバリアが、ここ一応レーザーバリアあるんですけど、貴族性レーザー通るんで、レーザーバリアがないクエストに関して言えば本当に、まあ強い、とは思いますが、そう、ボス一体の時はね、密着しない限り火力は出ないんで、そこら辺は、ちょっと残念ですけどね。これが回復 M ですね。すげえ。要は今のパーティー編成だと2ターンに1回、中ハートぐらいを回収している状態なんで、なかなか死なないパーティー編成ですね。で、あんま指触れられないな。ほ。あべ、貫通止まって、今進化と神化間違えました。ちょ、一回使ってみようか。なるだけ多くの敵に触れれば、触れただけ、それ以降で動くキャラも動きやすくなるんで。で、結構ね、これ、倍率も上がってんのかな?なんかね、火力結構出るんだよね。これで今加速状態ですね。おーおーおお。止まらないね。マジか。まあ今ね、超重力バリアプラス加速したんで、今2段階加速してね。ブレッブレー飛んできましたね、今。いやー、強いね。サポートとしてはすごいいいストライクショットだと思う。で、こっからはね、ワープも結構出てくるんで、まあ、気をつけましょう。ってだけです。よいしょ。うん、8方向レーザー近距離ですごい削るね。今多分ね、弱点関係なしで20万ぐらい削った気がする。あー、ワープ転換されちゃうか。ほい。ほいほいほいと回復 M。いいね。死なない感じがするね、これは。これ多分あれだよね。親指姫とかと組ましたら、えげつないよね。効かないし、死なないし。親指姫を使うとね、結構白爆を時々耐えることもあるらしいんで、それでこの回復 M を常時使ってれば、ほんと死なないよね。
でね、調教ブレスなんだけど、なかなかいい判定をしてる、これは。で、属性効果も乗ってるんで、ダメは結構でかいですね。だいたい距離にして画面の3分の2かな ?3 分の2ぐらいまで届くんで、まあ、ボス1体に対して火力が出せるんで、ボス1体も出るし、まあ、そのね、貫通して後ろの人にも当たるんですけど、結構ね、強い友情コンボです。さすがね、最新の友情コンボだね。そう、確かに最新だもん、最新。最新って言葉好き。で、調教フレアの方なんですけど、これは大黒天で使ったことはあるんですけど、まあね、言わずもがな、強いですよね。ほいほいほいと。あ、やべ、ダウン食らう。はい、食らっちゃいましたね。これを直すためにキャロン連れてきたんだけどね、いつもは。さあ、どうするか。重力バリア、がっつり。でも倒したい。あ、そっちじゃなかったな。ちょっと待って、3人ダウンはまずい。そんな時でも、この回復 M で何度でもなると。で、SS ターン短縮の方も、もうこれで、自順で打てるんで、SS を。この火力、あ、さっきのね、サポート力が、ワンクエストで2回から下手したら3回、使えるっていうのは非常に大きいと思います。いいね。雑に打っても倒してくれる。さてさて。ここで使っちゃってもいいのかな?あ、いや、使うのやめとくか。ボス1でね。あ、ボス1じゃない。ボスのスタートでやっぱ巻きたいですからね。加速枠を。ここはきっちりクリアしていきましょう。これ多分ね、ここでもね、弱点当たるんじゃないかな。ちょっとお試しやってみますね。22万ですね。まあまあ一番最端にいても22万は出るよと。決して悪くはない。うん。いや、むしろ強い。あの距離だからね。それはもちろんさ、マナさんのさ、インボルトスピアに比べてれば出てないけど、じゃあマナとどっちは汎用性高いですかって言ったらやっぱね、重力回復、魔法陣か。そして、SS さん短縮。まあ、4つのアビリティ持ってるんで、そこの点を考えてもね、強いと思います。強い。好きです。ゴエモン。はい、全員加速。ですね、これも止まれないですね。加速状態だったら、通常ゴエちゃん、まあ、無理かな。これで軽く出すのは無理か。重力バリア持ってても、まあ、通常に打った以上分には動くんで、いいんじゃないの?その後の味方が強いよね、これが。要はね、ナイチンゲールとかの、次のターンまで持つ自強化よりも強いってことですよね。次のターンになる前、計3人か。自分含めて4人か。4キャラがスピードアップ状態で動けるんで。わお。なんか今ものすごい削ったね。あれか。ゴエモンさんか。進化ゴエモンさんの8方向レーザーがゴリッと食らいましたね。いや、強いね。いいね、ゴエモン。当てた甲斐があったよ、チキショウ。多分ね、今度からこのパーティー、メンツ的にも、あーでもなー、正直でもタンポポとか、空風林とか、木のね、重力貫通って結構やっぱ強化いるじゃないですか。もちろんナイチンゲールも含めて。いるんですけど、まあでも回復 M とかも持ってるんで、やっぱ最新キャラってだけのことありますね。私の中では、タンポポ超え、まあタンポポ超えたら言い過ぎだけど、SS のタンポポの破壊力あるんですけど、まあそれを置いてもね、汎用性に関してはすごい高いと思うんで、とても強いと思いました。今度ね、カタストロフ来たら、積んでやってみようと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。ハムタラでございます。よろしければチャンネル登録のほどお願いいたします。バイバイ。